はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は烈風伝ですね。信長の野望烈風伝パープギットの続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、美濃攻めを行って、稲葉山城、斎藤の治める稲葉山城を奪取、岐阜城に改名して、美濃一円はほぼ手中に収めたというのが前回になります。でさらに家康が独立してですね、こちらで家康との清須同盟も結んだと。でさらに浅井とも同盟を結んで、ほぼほぼ盤石の構えというところになっています。唯一心配なのがこの木曽福島城とこの岩村城が武田と国境を接しているというところですかね。ここだけ少し心配なところにはなってきますんで、このあたりはね、注意をしながらしっかりと武田に備え、かつ精神を進めていきたいなというふうに思っています。ではまず早速なんですけども、今回はですね、ここにある観音寺城ですね、六角の治める観音寺城、ここを攻略していきたいと思ってます。で今2つの、城ですね、本城、清須と岐阜、この2つを持っているので、まず岐阜はですね、信長自ら観音寺に攻め込んで、いわゆる委任している清洲城の部隊はまずは亀山城の攻略に向かってもらうということで、すでに委任済みです。亀山城攻略に向けての委任済みです。ではプレイの方を始めていきましょう。岩村城がちょっとね、心配といえば心配なんですよね。なんといっても武田がいるって考えるとね、非常に怖いんで回収しておきましょう。城をでかくしておく、強くしておくという意味ですね。では信長の本体は観音寺へと攻め込みます。沢山城から出陣していきましょう。ここ前選択みたいのがあると大部隊を動かすときは結構楽になるかなと思うんですけどね。じゃあ留守居役には前の長安を残して10部隊合計6000の兵で出陣していきましょう。観音寺はそうそう落とせる城ではないかなという思いはあるので、とはいえね、この6000の兵で一気に攻め落とさないとこの後が苦しくなるというのもありますからね。北畑が三つ口を落としたか。これ六角を制覇した後は北畑ともことを構えないといけないかもしれないですね。室町御所はよくって、北畑がどこまで来てるかというと、多聞山城は筒井の居城ですよね。大河内城が北畑の居城だと思うんで、ここまで軍を進めないといけないかもしれない。軍師は例によって秀吉に任せて出陣しましょう。でかいね、城が圧倒的にでかいですね。ただ軍勢の数はこちらが2倍。一般的に城攻めを行うときは2倍から3倍の兵力が必要だというふうに言われていたらしいんですが、当時今回は2倍の兵力用意しています。この観音寺が落とせれば六角は息の根が止められるかなというところですね。鉄砲隊がいるのか。ただ鉄砲隊は1だな、
1、1人が撃ってるだけって状態ですね。鉄砲隊1。耐久力も高い。門の耐久力が圧倒的に高いですね。いや、これは手こずりそうだな。今までみたいに2回3回で門がこじ開けられるっていうのとはちょっと訳が違いそうな。かつ士気も非常に高い。なんとかね、壁越えなんかをかましてガンガン前に進んでいければいいんだけど、この辺の流言合戦はいいとしてだ。よし、生け捕りにして、さらに櫓も占拠したので、これで士気が一気に楽になりましたね。まあ、この間にね、城攻めしてる間に時間が進まないっていうのは、まあいいような悪いような、まあ、少なくてもこういう長期戦になるときは嬉しいですよね。戦後クリシデンとかだともうリアルタイムなんで、城攻めを行ってる最中に一方では進んでますからね、時間軸が。さあ、門をガシガシ壊して中に入っていきましょう。矢倉をもう一つ二つ占拠すれば一気に敵の士気がガタ落ちするんじゃないかな。まあ、門がやっぱ硬いですね。本当に硬い。まあ、鉄砲隊がね、一人っていうので良かったですね。鉄砲隊ともはや呼ばないかなって気もしますけど。通路がちょっと厳しいかな。1対1の殴り合いになってるんで、壁越えができないと。お、壁越えたやつがいる。誰だ。前田刑事か。さすがだな、刑事。やってくれるね。さすがは刑事。それでもあれですね、城門を守る兵は
聞いていかないんだな。先陣は正勝か。お、さらに数マスも登ったね。なんで秀吉隊に追撃がかかってるな。秀吉が敗走して本隊と合流すると後ろから刺されそうだな。これで秀吉隊は敗走しましたね。矢倉を奪い返されたが、そのために来たんだな。だがこちらを先へ先へ進みましょう。矢倉はまだまだいっぱいありますからね。さらに登ったやつがいるな。誰だ。勝家も登ったか。みんな頑張ってくれるな。これ誰だ、強いな。和田か。和田か。あと秀光もいますね。明智秀光。決着がつかずか。もう一回攻めないとダメだな。捕虜は豊であれば残首だな。残首。今戦闘中ですからね。戦闘が終わってれば引き上げてもらってもよかったけど。飯山城はもうずーっと戦闘中になってますね。そうか、秀吉が完全に行っちゃったからな。どっからやり直し？こっからやり直し？結構無茶なこと言ってくれるな。せっかくね、あそこまで攻め上ったんだけど。ただ敵の部隊数とかはかなり減少してる感じですね。あとは耐久がどうなってるかだな。耐久が復活してると結構耐久破るのきついですよね。一度壊したもんだからな。まあ復活、完全復活はしてない感じですね。開かなかったか。今ので開けてほしかったけど、門としてはね。
よし、矢倉を占拠してさらに進めていきましょう。陣を壁乗り越え始めてるな。秀長もなんか盛り土みたいのしてるしね。で、秀長が盛り土して中に入りましたね、秀長は。下の方から。さあ、あと縄文がただまだ3つ残ってるんで、この縄文をねサクサク越えていかないと。兵の数も3593とだいぶ減ってきてはいるんで、今回でケリをつけたいですね、この安土攻め。まあ現観音寺攻めですかね。指揮は100を超えて109にまで上がってる。さあ、矢倉を落としてさらに士気が上がり、敵の士気はガタ口だな。お、壁越えした奴がいる。誰だこの強者。長政か。マスごときだとあそこで切られて終わりそうだな。もはやあそこにいる長マスが邪魔でしかなくなってる。消えてほしいとしか思えない。決着つかずか。あそこまで城がでかいとどうにもならないですね。さあ、数は3500か。敵の数は1373。さっきよりさらに進撃のスピードを上げないと厳しいよね。まずは縄文突破からになりますけど、縄文がねどんくらい硬いかですよね。もうゆるゆるにはなってるはずなんですが、
結構硬いね。これいつまで経っても落とせなそうだよな。これで落とせなかったら一旦ちょっと兵を下げて、で兵士を回復させてもう一度攻め上がっていきますか。まあ、なんといってもね、まだ敵に1000の本体が残ってますからね、大将が。いや、これ敵が1000ちょっとだからこんな戦いできますけど、これ敵が3000とか詰めてるとね、結構大変そうですよね。壁越えをシャクシャクやるのがいいのか、やっぱこう正攻法でやるのがいいのか。こんだけね、城がでかくてかつ守りの兵が少ないってなると、サクサク壁越えしちゃいたい気持ちにはなっちゃいますよね。とはいえ、壁越えを成功させてる人たちが増えてきてるけど、城がでかすぎて本丸にたどり着く前に時間オーバーになっちゃうんですよね。さあ、城門、本丸の城門まであと2つ。敵の士気はもうボロボロですからね。さあ、いよいよ、ただ敵の本体に切りつけてるのは、またか。刑事だけど無理だったね。しょうがない。一度、軍を引きますか。なかなか硬いですよね。六角の城自体はだいぶ小さくはなっちゃいましたけどね。今川領に対して順調に徳川が攻勢を仕掛けているので、まあそこはいいとしてもだ。最後軍を起こしましょう。たどり着けないんですよね、あの本丸まで広すぎて。どうすればいいのかな。
なかなかいい手立てが見つからないけど、まあ、ただ今回はさらに部隊を増やしているというのと、敵はそんなに増えてないというのと、一旦 A あたりの、まあ、いわゆるその部隊数が多くなってるんで、城門を突破できる速さは多少は速くなってるとは思うんですけど、1回で開けられるな、違う2回で開けられますね。よし、これで門が開いた。これで観音寺を取れればだいぶ楽になるけどな。まあ、ここから流言合戦がきっと始まるんでしょうね、いつものように。城の中に入ったので、もうここからは時間との勝負なんですよね。なんとかね、押しつぶしたいんだけど、さあ開いたぞ、門が開いた。敵の士気はもうボロボロなんだけど、あとはまた時間との勝負だな。味方のね、損害はほぼほぼないですからね。よし、30を切ったね。ついに敵の士気が、画面の上の方に出てるのが士気、敵の士気なんですが、30を切ってますね。30を切ってはいないな、30ですね今。
なんかまた時間切れになりそうだな。兵の統合が抑えられないという状況まで持ってきた。あとはあとは打ち取れば終わりなんだが、あと2撃呪文が破壊できたんで、これで誰が踏み込む？よし、もう一ターンか。大丈夫か。大丈夫でしたね。いやー、やっとヨシハル捕まえた。安土攻め、観音寺攻めは手こずりましたね。だいぶ解放してあげましょう。いやー、だいぶ白熱の戦いを繰り広げましたが、なんとか、安土城、後の安土城のこの観音寺取りましたね。はい、というところで、まあ、ちょっと時間もキリがいいので一旦ここまでにしてですね、次回はこの観音寺から伊勢方面へ出兵していきたいと思います。伊勢方面に出兵して伊勢を平定したら、今度はいよいよ京に登るという作戦ですね。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。